こんにちたま先生やで。てなわけで今回は数学の勉強法っていうことでな多分 Web タマス 1A のこれを見るっていうことは多分これから実況プレイを見ようかなっていう人たちやと思うんやけど今からやる方法っていうのはほんまに重要なことやからしっかりと理解をして守るっていうのを最初に約束してな数学っていうのはいろんな公式を使ってさまざ、あ、まな問題を解くっていうふうなことやけど これだとピンとこうへんかもしれへんっていうことで今日は料理教室で例えてみるで料理っていうのはいろんな技で食材をどんどんおいしい料理に変えていくっていうことやからなまず料理教室では先生が実際にこうやって作りますよっていうふうにして目の前で作ってみせるっていうのがスタートやなだって最初から料理作るわよって言われてほんでほんまに作れてしまうたら料理教室なんか来る必要ないやせやからみんな作られへんからそやから作り方教えてほしいっていうことで来るわけやからな やからまずは作れるのうまーい作り方っていうのをまず見せてあげるんやほんで実際に目の前でうまーい人が作ってあげたったらば次どうするかっていうとそうやじゃやってみようっていうことでみんなで今度はやるわけやなこの時はもちろん1回見ただけやからわからへんうまくできひん当たり前やそんな時はどうするかっていうとまた先生呼んで「ちょっとここどうしたらいいですか?」って言ってたら「あこここうするのよ」とかって言って実際先生が目の前でやってくれるんや。 そんな感じで困ったときは先生のを見せてもらいながらとかってしながらこうやって料理をちょっっとずつ作っていくほんでよしこれでバッチリやもうできるようになったぜってなったったらばその日家に帰って例えば旦那のためにやったり子供のためにっていうことでそこで習った料理をもう一回実際作って復習をしてみるっていうことやなそしたらその後は適当にこう何回か作っておくうちに実際自分の力になってくるしもっともっと作り込んでいったりとか他の料理とかをどんどん手出していったりすれば。 いろんなアレンジができるようになったりとかもするようになるからな。そうやって料理っていうのはマスターしていくね。数学もこれと全く一緒やね。せやから数学科で、ああしじゃあ数学の勉強するぞって言って、早速問題を解こうっていう人もおるやん。でもそれが間違いっていうのはわかるよな。料理教室行って料理の先生が、じゃあ今から私が作ってみせるわよとかって言ったのに、あしじゃあ俺は自分でちょっと作ってみようとかって言って、わざとその先生のを見らんようにして、ほんでこう自分で作ってみるみたいなね、うん。そんなんでうまく作れるわけないや。 だから逆に作れだったらその料理教室に来る意味もないやろそれと一緒やできひんからやるんやからできひんのやったらまず上手な人のをちゃんと見るこれが最初やでちなみに数学っていうのが一回わからへんようになったらもうなかなかこの数学嫌いを克服できないっていうふうに言われてるのはそのためやうまい人学校で言うたったれば先生が解くっていうその様子をその単元が終わったら先生はもう解くことはないからその様子見られへんと上達できひんっていうことになるわけや あと、授業のノートをバッチリ取るのに、数学全然できひんとかっていうのが必ずほら、多分みんなの周りでもクラスに一人二人とかおると思うけど、その人が数学が得意にならへん理由もわかるな。料理教師で言うたったらば、先生が実際作ってるときに自分がガリガリノートを書くっていうのは、先生がほら、ハンバーグはこうやって焼くのよとか、スパゲッティのパスタの茹で加減はこうよねとかって言ってるときに、自分でハンバーグを横でじゅうじゅう焼いてるようなもんやね。とか、パスタをこう、どれどれとか言って、自分で茹でてるようなもんやね。 先生の動きだけ真似てもなんでその動きをした方がええのかとかハンバーグなんで中へこますのとかパスタのアルデンテの具合ってどんなもんとかっていうのはそのどんなにモノマネをしても実は話を聞いたりその様子を見てみることには分からへんやんかせやからそうやってノートを黒板バッチリ写して先生の話聞かへん人っていうのは数学得意だならんっていうのはそのためやねせやから最初に問題を得俺をよーく見ておくよーく見ておいてほんでそれを覚えてるうちにやね 覚えてるうちに、実際に解き終わった俺を見て、そのすぐ自分で実際にやってみる。料理教室で言うたったれば、先生がやった様子を覚えてるうちに、実際に自分でやってみるっていうことや。で、実際に解く。ほんで、わからへんってなってたらはまた俺が解いてる様子を見たらええよ。ほんで、あそうやった、そうやった、そうやったかーって言って、で、実際自分でやってみる。絶対にそこで悩んだらあかんで。料理教室で言うたったらば、あれ、これどうだったかなっていうときに、先生に手を挙げずに聞かへんっていうことやね。 そんなんなやったらお前は最後にどうなるかっていうとうまく料理ができへんと先生から呼び出してくだって「なんだあなたこの時私を呼ばんかったんね」みたいなそういうことになるでせやから必ず分からへんってなったったら自分で悩まんこと自分流のやり方をやらへんことまずちゃんと先生の正しいやり方をもう一回見してもらうっていうことが大事やねんほんでそれでもできたってなったったらそしたら料理教室ではどうなるかっていうとじゃあ料理教室はこれでおしまいねってでもその前にじゃあ今日のおさらいをしましょうっていうふうになるわな 料理番組とかでもそうやろ。やった後、みんながやってほんで最後にさらにじゃあもう一回ちょっと復習で材料粉でしたねとかそういうのもあるようなのと一緒で実際に問題をもう一回一通り見てみてあこれはこの解き方でやるよねこの解き方はこうだよねこの問題の時にはこの公式を使ったよねっていう風にしてもう一回やり直してみるんでそれでもしもうバッチリになったでってなったったらばそうやじゃあ家に帰って復習してみようねっていうことやなせやからまた例えばその日夜やったら寝る前とか 学校でやってるんやったら家帰ってからとか例えば土曜日にやってるんやったら日曜日にとかもう一回同じ問題を復習をしてみるっていうことやなちなみにこの時ノートをちゃんと特訓シート速読シートとか漢文英語とかでやってたみたいに速読シートみたいな形で作ってるとその後復習とかもやりやすいからな復習やからってわざわざ書いて解く必要っていうのはないでというのもみんなかかんとわからん書かんとわか,か,からんって思い込んでるかもしれへんけど実際そういうことはなくてかかんとわからんって言うけど わかかららんんったら書けんやろみんな書けるのはなんでかっていうとこうやって分かったから書くわけやんかせやから基本的には分かるから書けるんであってもう書こうと思った瞬間にはもう自分自身は分かってるわけやなせやから復習っていうのは基本的に書く必要はないでせやから1回目っていうのは多摩先生の解説はまあたい題も1個で10分とかで終わるけどみんなはそれを覚えているうちにやるんやから「どどうやったっけな」とか「これでよかったっけ」って引っかかりながらやったとしても多分15分ぐらいで1回目は終わんねんけど その後復習すると書く手間っていうのもいらへんししかもやってることがより頭に染み込んでてスルスル出てくるから多分2回目の復習の時には5分を切るはずやほんでその後3回目の復習ってなると多分2分とか場合によってはもう問題も覚えていたりとかするから1分とかもうほんと何十秒とかの世界で解けるようになるんやでせやから多分最終的にはどういう風になるかっていうと数一 A は全4章でやってるんやけど多分1章が45時間ぐらい解説動画で書けてると思うんやけど 最終的には1章で30分かからずに総復習ができるようになるはずや。問題見た瞬間にこれはこう解くあれはどう解くこの問題はこう解くここはこうやって解くっていう風な感じででその後こいつをこう計算してああ計算してどう計算するこれみたいななそういう風な感じやからやればやるほどスル,スル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 できるようになっていくで。俺がリアルに見てた子っていうのは8年分のやつが1冊にまとまったやつっていうのを使ってたんやけどそれが2時間とかで終わるようになってたからな。8年分とかのの問題の復習が たたっっ2時間で終わるっていうことやから、もう毎回毎回月に2回ぐらいあるもしの前の復習人とかでも毎回それをやれるからもう本当にこに毎月のように能力がぐいぐい上がっていっててほんでもしとかをやればやるほど今度はそれが特訓シートとなっていってんで使える技っていうのが増えていっていろんな問題が出た時にも普通に解けるようになっていったよやなせやからその子っていうのは数学苦手やったけどちゃんと8割超えるようになったでたった2ヶ月の間でな せやから、今言うたやり方っていうのをしっかり意識しながらそれを自分のやり方に生かしながら頑張ってみてやちなみにほんまに苦手でどうしようかわからへんとか細かい部分が不安でしゃあないっていう人のために正確に細かくやり方を言うておくとまず一問得様子を見るほんでそれを覚えとるうちにすぐにやるただ俺のおすすめで言うたったらば実は二回目の復習は三回やるっていうのがおすすめやな 1回目は書かへんと、俺の書いた赤い文字の部分を見ながら、ここはこうやって解いたな、ここはこうやって解いたな、ここはこうやってといて、こいつはこうやってといたな、ここの問題っていうのは、それからそうやって答えを出してるなっていうやつがあるやんか。それを、じゃあもう1回言う。ここはこうだった、ここはこうだった、ここはこうだった、ここはこうやった、ここはこうやった。で、2回目も言えた。そしたら3回目の時に、じゃあほんまにそれが分かってるのかなっていうことで、実際にノートに書いてみるっていうことやな。 ほんで、よし、実際できましたよってなったったらば、今度はできた瞬間に、じゃあもう一回って言って、また同じ問題を解くねん。で、さらに余裕がある人とか、まあ、俺のおすすめで言うたったらば、この復習っていうのは、時間を測っておいてほしい。その時間をより短く、短く、短くしていく。その意識やな。英単と一緒や。解けるかどうか、分かるかどうかやなくて、その時間を早く、早く。その意識がポイントやで。そうやってバッチリ頭に入ったら、それをその日の夜寝る前に、もう一回復習をすんねん。 これ聞いて、うえーって思うかもしれへんけど、簡単やで。もう基本的にそれぐらいまでやってるようになると、もう何分とか何十秒の世界でその問題を解けるようなレベルになってるから、基本的に寝る前にこここうして、ああしてこうやって、こ,こらこうやって解いたよねっていう。もうそれで終わるはずやねあとは、それを定期的に、例えば最初のうちは毎日、ちょっと慣れてきたら2日に1回、さらに慣れてきたら3日に1回、もっともっと慣れてきたら1週間に1回、2週間に1回、もうもし前に一通り復習するっていう、そういうふうな感じやな。定期的に復習を入れながら、 基本的にその技術、どうやって解くのかっていうのを頭から離さんようにするっていうことやな。料理で言うても月に1回ぐらいは作ってみんとあれこれどんなんやったっけって忘れるやろそれと一緒でしばらく経ったらもう1回やってみるほんで忘れそうになったらまたもう1回やってみるそれがものっすと大事やせやから何回も基本的に問題は解くことになるから最初の日に後々でも使えるような使いやすい特訓シートを作るっていうのが大事になるんやで普段の授業で解く問題とかもその特訓シートのスタイルにすると後々復習しやすいからな。 あと、特訓シートだけやってると、たまーに分かった気になってて、実際書いてみたら書けませんでしたみたいなこともあるからな。だからそういう時っていうのは適当に広告の裏紙とかでもいいから、実際にそれがこう、ミントを書けるかどうかっていうのを試してみるっていうのもポイントやね。ってなわけで、数学の勉強の仕方、少しは分かったやろうか、自分の中で活かせる部分っていうのをどんどん生かして、しっかりと受験で結果が残せるように頑張ってや。数学は苦手な人が多い、嫌いな人が多いと思う。 だから俺が実際みんなの代わりに最初に解くから見せてやるからみんなもできるようになるまでこらえろ夢やろ自分の夢やろ叶えたいんやったらそんぐらい我慢せよ絶対叶えよな夢叶えるために避けて通れん道やったらさっさとそんな道蹴散らしてしまおうや俺らやったら絶対できる一緒に頑張ろな